叩きたまえ、揉みたまえ、肩こり汚れ落ち。はい、今回はですね、至って簡単です。僕たち、まあ僕とね、ハンちゃん2人が協力して、うん、ゲストの村瀬さんの肩をマッサージします。やった、おお、やっ、マッサージします。マッサージするの？そう、うちらがむくんをマッサージするの。そう、僕らが村瀬さんをマッサージするの。あ、マッサージする。そうだよ、そうそうだよ。おお、もてなしで、ゲストもてなしで、格安で、あ、格安で、格安で、それは危ないマッサージ、それはダメ、それはダメ、それはダメだよね。まあ、今日はいい企画ですから、じゃあちょっと早速やっていきましょうか。はい、はい、では行きます。払えたまえ、清めたまえ、救急におりつるよ。さあ、我々席を立ちまして、さあ、正面だからね、回りますよ。じゃあマッサージタイム。これどうやって2人で、マッサージ得意、ハンちゃん。あ、僕じゃあ右、あ、じゃあ私左、うん、なんかね、凝ってる人とかはさ、うまいって聞くよね。あ、じゃあ、でも張ってますね。張ってる。あとね、肩甲骨のあたりとかもね、結構ゴリゴリなんだ。あ、あ、気持ちいい。ここでしょ、絶対ここだよ。あ、6うまい。でしょ、俺すげーうまいんだから。わかんない、この、あ、でもゴリゴリしてる。あのね、ベニオはね、下手くそです。ベニオ、ほんと下手くそ。肩甲骨の間に入らない、指が。うん、そう、入らない。硬くない？硬いよ。硬い。なんかね、あの、花江くんはね、すごいうまいよ。でしょ、気持ちいい。それはすごい肩こりだから。あ、力が入らない。ここはここ。あ、ここ。あ、そこ、なんかね、あ、ジンとくる。ジンとくるでしょ、うん、ここトリガーポイントっていうの。トリガーポイントなんだ。なんか引き金ポイント、なんかすげえゴリゴリしてるよね、多分。ね、わ、ここもでもめっちゃ張ってるな。あー、気持ちいい。全然わかんないし、手加減がわかんなくて、どう触れたらいいかわからないよ。いや、ベニはもう触れなくていいよ。冷たく。うわ、めっちゃ、すげえうまい。え、これでしょ、花江くん、お金取れるんじゃない、ね、気持ちいい。ちょっとね、うわ、気持ちいいけど、もうちょっと欲しいな。錯覚してる。聞いてる皆さんね、普通に肩こりのマッサージしてるだけだからね。肩こりのマッサージですね、はい、いや、気持ちいいけど、もうちょっと欲しいな。でもな、さすがに効かねえか。どうしたらいいんだ。呪詛以外でも戦う術はある。私たちだけが可能とする技が。そうか、行くぞ、ベニオ、レゾナンス。意味わかんねえじゃん。あ、これをこれ効くんだ。これを、あ、もう自肌に貼っちゃっていいの？うん、貼っちゃっていいよ。貼っちゃって、おお、なんか冷たい。貼っちゃって、冷たいね、これ。うん。いつもこの罰ゲームで使ってるやつ。え、罰ゲーム？嘘でしょ。気持ちいいんでしょ？どのくらいする？いつも四ぐらい？いや、とりいつも6だって。六、じゃあ六？はい。わあ、いやすごい。え、何これ。いや、気持ちいい。いや、なんかね、あの、肩、これダメだよ、これ人間に使っちゃいけないやつでしょ。待って、まあ、叩くにするね。いや、あのね、これね、叩くとかもあるの？お、これあ、なんか左だけ出したけど、これ勝手にね、8にしてじゃあ、これ勝手に肩が上がるなんか、うわ、動画でお送りしたい、これ。これなんかダンサーのボンボンになってる、ね、これ踊れんじゃない、踊れんじゃない、エロい踊り。あ、なんかロボットダンスみたいな感じだよ。なんか10ヘッドホンしてるから、これマックスやで。え、全然大丈夫です。揉むにして、揉むに。うわ倒れた。これやばい。これやばい。揉む。切ります。揉み方もいろいろあるんだね。そう。ここで、ここで調整して、レベル調整して。叩くの？あー、お前。メイ君、させるとかもあるよ。させるとか。あー。そんな感じ、さする。すごい。一人で自分で操作してんのに自分でもだえてる。すごい。ド M じゃない。違う、これさ、あ、どうやって切るの、これ。どうやって、これ、上。すごい。いや、でも聞いたっぽいっすね、これね。すごい、だいぶ聞いてますし、だいぶ試しましたけど、ね、なんかご褒美かと思ったら、とんだ罰ゲームだったようですね。はい、ということで、なんかファンファーレ鳴ったみたいなんで、じゃあ、これ、ここ座ると危ない。
それもう、もう終わりですから。終わったよ。静かにしてもらっていいですか。違う、お前じゃあ後で触ってみろよ。マジでこれ指しびれるから。やべえよ、これ。これやべえ。やべえ。やべえが感想ということでよろしいでしょうか。やべえっていうことで。でも一応、汚れ払えましたか、肩こり、汚れは。わかんない。わかんないということで、まあ一応払えたということでいいですね。はい、払いました。はい、ということで以上、あなたの汚れ払いますのコーナーでした。